誕生日おめでとう。おめでとうございます、タンホージャさん。誕生日を迎えて抱負などはありますか？そうだね、一つ大人になったわけだし、しっかりしたお姉さんを目指そうかな。お、しっかりって言えば、町田、校門前の掃除当番なの忘れてたでしょ。うん、私が当番だったっけ。ハーボが代わりにやっといてあげたよ。誕生日だし、おまけね。うん、ターボありがとう。そういえば今朝、タンホイザさんの洗濯物が乾燥機の中に入りっぱなしでした。部屋まで運んでおきましたので。ふう、しっかりしたお姉さんがものすごく遠い存在に感じる。